まず、はい、ずっと来てると言ってた恵比寿ゴレンジャーマーカー、マーカー、まあ、動画でもちょいちょい出てましたけど、そうっすよね、はい、でもレッドとかはもうさっき最初から結構使ってましたね、今はついてないけど、はい、こんな感じで、はい、グリーン、僕がちゃんと使ってます、ここは3ラウンドぐらいはずっと、これマーカーのこのメインの部分を取ると、土台見てください、土台まで恵比寿ゴレンジャーのデザインを施して、かなりこだわってますよね、そう、はい、ちょっとこんな感じで音聞いてた音、カチャッつってね、マジかなり結構強力なんですよ、そう、そうそう、すごいすごい、こういう感じですごい、なんていうの、丈夫にできてて、デザインもかなりこだわって作った恵比寿ゴレンジャーマーカー、まあ、多分金かけたんでしょう、まあかけましたよ俺はそうです時間 もう金もかけてね、で、これが緑 で僕のカラー、赤、黄色と青、ピンク、グレー、ホワイト、まあ赤とこの3色はまあ人気になるであろう、で緑がですね絶対にこれグリーンを置いたら見えなくなるんですよ、で、在庫もかなり少なく発注しています、いやけど一番売れてるように見えますから大丈夫ですよ多分すぐ買ってください、これ、そう、すぐソールドアウトになっちゃうんじゃないかっていうぐらい量しかないんで、これだから超レアです、緑使ってる人は超レアってことなんで、すぐだと思います、で、マーカーだけじゃないです、はい、コンペの時にもねこれ配ったんですけど、缶バッジ、これもこだわった、かわいい、いいですよね、まあよくある缶バッジ、黄色は、どっかにあります。はい、あります。サイト見てくれればあるんでね。はい、あります、はい。赤、青、緑、レインボー、グレー、ホワイト、ピンク、あとロゴ。これも販売してます。値段等は、ストアの、URL 飛んでくれるので全部わかるんで。で、あと、今回3アイテム作りました。じゃん。ステッカー。このステッカーは、ゴルフ場でね声かけてくれた人とか、そうなんですよね、ドゾの時に声かけてくれた人とか、うん、コンペ参加した人には配ってます、うんうん、これねステッカーがね原価がめちゃくちゃ高いですちょっと値段高いとか思われるかもしれないけどそれはちょっとご了承ください、うん、ちゃんとこだわって作ってて、これマット加工で、よくある紙のペラペラなステッカーとかじゃないんですよ、うん、あのマット仕様になってて防水になってて、ちょっと高級感のステッカーなんです、でステッカーはこのロゴでしょ、でこのはいエンブレム赤、これよく俺もマックにつけてるんだけど、パソコンとかにつけてる、ああなるほど、うん、これも防水ですか、これ防水です、防水、はい、触ってください、めちゃくちゃいいでしょ、あ本当だ防水だ、うん、なんで緑がないのかって話ですか、はいとりあえずステッカーに関してはちょっと高かったんでまず赤と今大人気イエロー、大人気ブルー、この3色をまずステッカー作ったんで、まあ欲しい人は買ってください、うん、バラ売りもしてるしセット売りもしてるってことですね、そう、この4枚、はい、4枚セットか1枚ずつ買ってもらうか、うん、はい、まあ良心的な値段にはなってると思いますよ、まあマーカーは僕ちょっと原価聞きましたけどちょっとびっくりしたんで、うん、まあ多分かなり安い、何千個も発注してるわけじゃないから、はい、そこそこ単価は上がっちゃうんで、まあこんな感じ、そんな感じの値段になってますんで、よくあるじゃないですか、ベースとか、うちはあのストアーズを選んで、うん、そこで売るんで、会員登録しなくてもゲスト購入っていうのができるし、あなるほど、まあ、そこを選んだ理由はあのクレジットカードの決済もできるし、うん、銀行振り込みもできるし、まあ、何でもできる、ぜひぜひ買ってください、ぜひ、めちゃくちゃいいからね、本当にあの後悔、買って後悔させないで絶対買ってください、これ本当にいいっすよ、本当に、うん、はい、緑品数薄いで緑速攻売り切れるずっと残るか、いやでもマジで全部おすすめなんでね、はい、ぜひ買ってください、はい、お願いします。これ表面にかっこいいですよね、顔がねすごいですよ、これこれすごい